ライトの中にね、アルファロメオのロゴがあるんだと思ってちょっと撮っといてほしいんですけど、こういうのとか、まあで。車の話出張坂戸店のコーナーです。はい。始まりました。なんかすげえ久しぶりな気がするけど。そうですか。いやなんかやってたっけ。なんかたくさん撮ってる気がするので。あんまり久々な感じはしないんですけど、ああそうか、ディレクターが全然上げてないだけかもしれないですね。はい、それはね、ディレクターにたくさん言ってあげた方がいいかもしれないですけど、はい、というわけでヒロさん、今回は、なんか見慣れない車が、そう、なんかちょっと気になってた車が1台あって、気になっているけど素性を何も知らないみたいな、デザイン性だけで見て、はい、あ、なんかこの車かっこいいなみたいな、はい、最近シトロエンとかプジョーとか、はい、結構新型308とか、まあ、次408プジョーで言うとデビューするんですけど、まあ、C5 エアクロスシトロエンだったら、はい、であったりとかして、多分同じ車格のフラグシップであるこのアルファロメオトナーレ今回借りていただいて、はい、まあ、ちょっとまだ全然本当に何も知識ないんで、何もこう期待値がないんですけど、まず初めの段階で、はい、だからどういう乗り心地でどういう車で使い勝手がどうなのかっていうのを、はい、全くゼロベースの状態から今回インプレッションしていこうかなというふうに思っています。はい、アルファロメオ何が好きって、デザインがかっこいいんですよ。かっこいいですよね。例えばこうさりげないところにロゴとか入れてくるんですけど、まあ、実際ほらこうライトの中にね、アルファロメオのロゴがあるんだと思ってちょっと撮っといてほしいんですけど、こういうのとか、まあ、デザインがまあなんて言うんでしょうね、車のまあ芸術品的な立ち位置である車なので、まあものすごくまあおしゃれといいますか、どこに行ってもこうおしゃれに乗れる車っていう印象がやっぱあります。ちょっと簡単にぐるっと、ちょっと雨も降ってきたので見ていこうかなというふうに思います。でもこうやって見てみると、僕ホイール、あ、でもね、アルファロメオのホイールは伝統、そう、丸にこう5ケツの横に全部丸っていう、はい、まあ、アルファロメオらしいなって、これはまあ伝統のミラーもいいじゃないですか、こんなところにこうイタリア、そうですね、イタリアが、いや、イタリア人こういうところでちょっとおしゃれ感を演出してしまうところもまた面白いところですね。はい、まあ、あとはそうですね、でも後ろの見ていくとシンプルじゃないですか、かなり。そうですね、まあでもやっぱアルファロメオとナーレ、まあ結構おしゃれっすよね。はい、今だけ流行りの、まあ、こういう水平のラインが入ってて、はい、まあ、最近の車は、まあ、ポルシェとかもそうですけど、最近多くなりましたね、こういう横の、多分これ全部ライトがつくと思うんですけど、はい、結構こういうデザイン多くなってきて、まあ、最新のデザインも取り入れてるなっていうところではありますね。はい、実際にトランク開けてみて、まあ、これ自動、さすが高級車ですね。そうですね、はい、あ、でも意外と広いかもしれない。広いですね。あ、なんかプジョーとかシトロエンだとここがもっとこう段差になってて、そうですね、奥行きがあるんですけど、アルファロメオは割と開けたところから割とフラットで、はい、まあ、でも308と同じぐらいですかね、その積載容量的には、うん、そうですね、まあ、結構SUV で車高が高いんでちょっとね、深さがないように見えますけど、うんうん、実際は結構ありますよね。そうね、はい、なるほどなるほど、まあ、今や結構当たり前になりつつあるような雰囲気もありますけどね、はいはいはい、こういうパワーバックの、え、これちょっと待ってください、はい、ちなみに、あ、普通の廃屋なんですね。はい、あ、なるほどなるほど。ヒロさんちょっと待ってください、ね、キャップがない、キャップないですね、キャップないですね、珍しいですね、珍しいですね。あ、だから勝手に水が入っていかないようになってます、ね、すごいですね、なんかあんまり見たことないですけど、うんうんうん、はい、へえ。さて、やっぱり気になるのはアルファロメオの内装ですよね。はい、ドン、おお、おしゃれです。確かにこのインパネ周りのデザインすごく革でいいですね。なんか高級感がある、このなんか濡れてもすぐこう綺麗に乾く、そうですね、弾きも良さそうな素材ですよね。はい、いいですね、こういうところにさりげなくまたイタリアの、はい、まあ、国旗があしらってあるのもいい感じです。そうですね、でも最近流行りなんですかね、このトグルスイッチ型の。多いですよね、これプジョーもそうですけど、はい、トグルスイッチ型で。なるほどなるほど、あとはフル液晶のみたいになってますね、はい、メーターパネル。あとこれ ADAS、 最新の ADAS システムがついてて、基本的にレーンキープ、アシスト、はい、まあ、全部あるんですよね、クルーズコントロールからね。からそうですね、最近のバカにできないですからね、マジこれがついてるとついてないとだと、マジ長距離移動した時の疲れ方全然違います、うん、そうですよね。なんで、まあ、ぜひぜひ、まあ、ちょっと今回は走る場所的にはなかなかそのレーンキープとか見れないですけど、まあ、ちょっと軽く、はい、はい、走ってみてインプレッションをしていきたいなというふうに、乗り心地が非常に気になりますね、思いますので、はい、行ってみたいと思います。
はい、というわけでひろきさん。いや、めっちゃ静かこれ。いや、静かです。ハイブリッドですからね。やべえな。はい。あ、でも、あ、目線が高いのやっぱいいですね。はい。あ、でもなんか足回りが思ったより硬くてしっかりしてるかも。そうですね。まあ普通のあくまでこう一般道の速度域ではありますけど。なんか目線の高さ的になんかランクルに近いですね。はい。あ、しっかりしてるわ足回りが。なんか横に乗ってると、うん、なんかこう自然に。乗れるなっていう感覚があって、こう SUV に乗ってるなっていう感覚よりもどっちかというとセダンとかに乗ってるような、あんまりこう重心の高さを感じない乗り心地ですよね。これ何通りかモードがあるのかな。モードありますよ。このモードで、はい、選べます。そういうこと。はい、例えば今何モード、ニュートラモードみたいな。あ、これドライブ。お、意外と下のトルクもあるかも。またこのタコメーターのところもおしゃれですよね。まあでもまあ最近の車結構多いですよ、はい、ただ気になったのが外の明かりを見てメーター液晶の明るさ調整してくれてるんで、はい、でもすげえ iPhone みたいな感じですね。ああ、自動デコードが調整されるんですね。だから暗くなったり、そう、今暗くなって、あ、本当だ、うん、で眩しいところ行くと明るくなって、ちなみにいくらなんですか。これが乗り出し、まあ車両本体価格自体はこのグレードだと528万円になってるんですけれども、528でこれだったら全然なんかいい、まあ、このおしゃれさっていうのはなかなかこうイタリア車じゃないと出せない魅力みたいなところありますよね。ちなみにパワー感とかそういったところは何かこう思うところってありますか。これは全然気にならない。あのアクセル踏めばその分だけ加速していってくれる感じなので、はい、なんか無理に踏んでるなっていう感じもなければ、うん、いや特にこう、うん、パワー不足感も特に感じない。そうね、だから一番気になったのはこの車格なのにハンドル切るとちゃんとこうキュッて旋回モーションにすぐ入ってくれるのよ。はいはいはい。だからあの結構大きい車でホイールベースが長いとハンドル切っても応答しないかったり、うん、まあ、安定感って呼ばれてたりする部分が割とその安定感と旋回性のバランスがすごい取れてて、うん、だから乗ってて怖くないですよ。結構機敏に動くような印象ですか、見た目というか。 SUV、はい、SUV の割には問題なく乗れますね。高速道路とか乗ったりとか一般道を乗った時にどれぐらいその ADAS 側でサポートしてくれてるのかって正直見たいですね、はい、なんかこの車は軍曹乗ってても割と疲れない感じがします。普通の車で軍曹乗ると結構気張るんですけど、はい、全然この車だったらもう問題ないかなって感じです。今横に乗っていてなんか非常にいいなと思ったらこのシート良くないですか。なんかホールド性もちょっといい、ね、あのもちろんあの大柄な方でも乗れるように多分作ってると思うんですけど、日本人の体型でもなんかこう全然ホールド感もしっかりあるし、はい、体をちゃんとシートに預けられる感じがしますよね。はい、というわけでひろきさん、いや、いい車、はい、普通にいい車、いい車、あの目線が高いのがやっぱ全然いいですね。普段とはだいぶ違う目線ですもんね。そうそうそう、別にあのまあ今回たまたま軍曹でしたけど、まあ、普通の一般道走ってても絶対疲れないですし、あのギャップのアンジュレーションもすごいうまくいなしてくれて、でなおかつ なんだろうな、目線、この SUV のホイールベースだと結構その安定感があってハンドル切ってもわざとこう遅くしたりするんですよ。あの応答性をなくして安定感を出すっていうんですけど、まあ、この車結構安定感あるのにハンドル切るとしっかりタックインしてくれてコーナー入れるんで、すごい乗ってて楽でした。はい、はい、個人的には横に乗っていると、うんうん、あのハイブリッドとエンジンが切り替わるとき同時に動き出すときって結構音とか気になったりするじゃないですか。なんかそういうのが全く気にならなかったので、多分横に乗ってる人も非常に疲れにくい車なんじゃないですか。確かに、なっていうところと乗り心地もかなり、まあ、はい、あの機敏に動くって話もありましたけど、横に乗ってると結構マイルドに感じるんですよ。ああ、まあ確かにそうだ、はい、なので非常にこう疲れにくくて、うん、まあ、酔いにくいんじゃないかと思いましたね。ああ、確かに確かに、はい、アルファロメオはこの内装とかそういうのデザイン性がやっぱり一番芸術、そうですね、確かに確かに、はい、
まあ、ぜひあのおしゃれなマダムの皆様、あのこのアルファロメオツナーレ、ぜひバッグの代わりに一度いかがでしょうか。とんでもないこと言います、ね、おしゃれじゃないですか、はい、まあ、おしゃれですからね。そうそうそう、はい、今回の動画はここまでとなります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。